はい、皆さんどうもテントモンです。というわけで再びガチャ動画でございます。はい、というのも引きがえぐいです。はい、ここ最近の引きが他のゲームでも、そして有志変化師でも引きがえぐいことになっております。はい、これまでのガチャ動画見てる方はお分かりかと思いますが、シナンジュ、そしてフルフロンタル、そしてまさかのゲンガオゾということで、この流れに乗ってまだいけるまだいけるんじゃないかと信じて、まだ3月3日です。はい、フルフロンタルを引いた日に、収録しております。フルフロンタルゲンガオゾ、さあ今日はどうだという。で、今回は普通のガシャを引いていきたいと思います。で、ここでね、戦力アップができたらなと。まだクランバトル中なので、はい、この動画いつ出すか分かりませんけども、理想はイージー8の突上げがしたい感じですが、イージー8何パーセントだろう今の状態だったらなんか引けそうな気がしますよね。 0.035 かさすがに厳しいですが、挑んでいきたいと思います。ゲンガオゾ、ゲンガオゾじゃない、イージー8と、あとは、ナラビーか。ナラビーが来ても嬉しいな。この辺をクランバトルの編成で使っているので、限定機以外だと、ナラビーとイーズエイトか。うん。はい。行きましょう。どうなることかって感じですが、ね、チケット大量にあるので、203枚。使っていきたいと思います。あ、最後にね、これ UR 確定使ってみたいと思います。これがなんだっけ、エンゲージの日ね、リニューアルエンゲージの日ねのチケットということで、はい、ではイーズ8出るまで出るまでチャレンジはちょっとあれか、まあ引いてみます。いきます、狙い撃つぜ。まあ 3% だからね。まあでも 3% だよ。3月3日 3% あ、でもハロがないということはほぼほぼダメかな。もうスキップしていいかな大量にチケットあるからスキップしたいんだけど、まあ一応最初見ますか。あ、もう来ない。はい、シャーも来ない。お、ということは、あ、でもこれは保証がないから普通に来ないよね。オールブルーということで、はい、ふむ、目星期待もないかな。では一回戻って、まあキャラ混ぜるか。キャラも270枚、しかも交換し忘れの月もあるので、本当はもっと あったはず。いきます。キャラはまあ何でもいいか。 UR 来てくれ、狙い撃つぜ。虹ハロでもいい。さあどうでしょう。まあイーズエイトのシロとかですかね。おお、オールブルー。まあナラビーのような、まあ基本的にそこか。はい、アメリアがいる。信じていくか信じていくか。狙い撃つぜ。若干暗闇長くなかった？若干。次の扉が開くと思います。ね。その先も開く。開く感じか？ではなくて SR の重さか。はい。普通のガチャはちょっと今んとこ渋いですね。はい、で戻って、さあこっちどうでしょう。狙い撃つぜ。わ、来たんじゃない。ハロ来ました。あー、でもアムロ来なかった。どうでしょう。
まあなかったか。あ、渋いですね。 SR も一つしか出ない。ふむ、ついに終わったかっていうか、まあ普通のガシャだと特にゾーンでもないのか。はい、では狙い撃つぜ。かなり長かったよ、かなり長かった。今回は来たでしょう。30枚目ね30連目、 MS30 連目ね。3月3日30連目でやっぱり3が今来てる。さあどうだ、シナンジも来てくれました。違った。あれ違った、絶対来たと思ったのに。あ、違った、クソ、騙された。はい、あー UR 引けないですね。 3% ガシャはダメなのか。はい、こちらも30枚目かな。はい、狙い撃つぜ。 計60連ですね。とりあえず UR 出したいな。あー、こっちダメだ。あー、オールブルー、ゲンガオドで終わったか。というか普通のね、こういうね、普通のガシャだとそんな効力はないのかな。ゾーン状態じゃないのかな。はい、40枚目、狙い撃つぜ。まあ、それかドバッと、一気にドバッと出てくれてもいいんですよ。まあでも 3% だからどうかな。お、開いた。 UR、 なんか UR、わあ UR 来ないね。うわ、しかも SR がなんか毎回一つしか出ない。すごい出にくいです。そして戻って、こちらも40枚目、狙い撃つぜ。あ、かなり長かった。よーし、ようやくワーリング来ました。さあ何が来てくれるのか。イーズ8並び、もしくは未所持って感じかな。残念だが、ここで終わってだ。他に欲しいっていうのがパッと出てこないので、もうギャンもね取ったし、ギャンも引けたので、他に何が欲しいかなっていう。かくれんぼどこだ。3番目か、ザクトゥーからの3番目。違う、お、かっこいい、ズゴック。お、ズゴックやった、ズゴックゲット。ズゴックは今激アツですよ、シードフリーダム的に。まあもう言っていいでしょ。ただ赤くないんだね、このズゴックは。もうズゴックイコール赤っていうね。シャア専用じゃなくてももうズゴック赤っていう、そういう頭になっているので、なんか違うんだけど、でもかっこいいですね、このズゴック。赤色に塗装したい、で乗せたい、彼を乗せたい。はい、でカプール5番目でした。リグコンティをなんかこの前もゲットしました。この前、うん、割と最近ゲットしましたね、リグコン。リグコンは好きです、ガンダムウォーズでめちゃめちゃ使っていたので。はい、リグコンこれで一突ですね。あ、緑狙撃、なるほど、リグコン使える。クラバトでリグコン使える。はい、ということで、ね、ザクトゥ、そしてアメリアの間にリグコンというね。いや、ズゴックいいな。ズゴック育てたいな。はい、ということで、MS40 連目でようやく UR で、まあ割といい感じのリグコン来ました。はい、まあでも80連、合計だと80連かかりましたね、 UR。 これが 3% ガシャだということで、なんか普通のガシャな感じですけど、どうしようかな。とりあえずもう10連引いて、まあ50連なので、はい、狙い撃つぜ。まあこれは早かった、もうスキップしていい？ほい。
ね。はい、アメリア行ったな。まあいいや。で、こっちも50連目。狙い撃つぜ。それでもまだチケットが大量にあるっていう。ね、引けるときに、一気に引く。はい。ああ、来なかった。とりあえずキャラ UR 出したいですね。はい。じゃあ、キャラもうちょっとサドンデスって感じで引いていきましょうか。MS とりあえず50連引いて、どうするかって感じで。キャラ50連引いて、はい、60連目。狙い撃つぜ！まあ、渋い。というか、まあ、これが 3% ガシャの確率か。いや、渋い方だよね。あー、ダメだな。はい。まあ、でも欲しい方のガシャで引けたので、全然こっちは爆死でいいんですけど、ここで爆死をすることによって、いざ欲しい方のガシャで引けるっていう、はい、徳を積むって感じですかね。違う。はい、70連目。行きましょう。狙い撃つぜ！キャラ初の UR はなんだ？UR 出るまでとりあえず回していきますが、こっちも 4.5% にしてほしいですね。そろそろ、うーん、出ないぞ。70連出ないぞ。80連、狙い撃つぜ。さあ、どこまでハマるのか。この後の扉、まあ、ようやく開いた。80連目、キャラ80連目で初 UR でございました。あとは何が来てくれるのか。3番目、こっちは3番目です。ファサラ、お、女子からの、流れ的にはレコアさん。流れ的にはレコアさんですね。どうだ、ヨーナ、お前、そっちじゃない。ヨーナ欲しいって言ってたけどね。ナラビーのヨーナが欲しかったな。まあ、お前が来るよな。分かってたよ。はい。レコアさんが下にいた。ニアミス。はい、ということで、こっちはまあ二次ハロ125個、ありがたいですね。はい、MS50連、そしてキャラ80連って感じで、では最後 UR 確定引いて終わりましょうか。何が来てくれるのか。さあ、ここでイズエイト並び、どっちか来てくれたらありがたいんですが、いきます。狙い撃つぜ。さあ、本日の締めです。見つけた、落としてみせる。お、アムロが来た。さあ、どうでしょう。いきますね。頼む。クランバトルのスコアにつながる期待、出てきてくれ。狙い撃つぜ。うん、ああ、強い期待じゃん。あ、今どうなのかな。はい、来ました、ガンダムプラス G ファイター。最近はちょっと見なくなった気もしますが、アリーナでね、すごい一時期猛威を振るってましたよね。うん、ということで、まあ、欲しかった機体の一つではあります。今はどうなんでしょう。はい、
まあでも紫クランバトルとかで使えたりしそうですかね。はい、ありがとうございます。あ、これは嬉しいですね、未生児。はい。しかもこのアイコンのガンダムかっこいいしね。うん、これは当たりだったんじゃないかな。はい、今日は狙撃って感じですね、ビグコーン、そしてこのガンダム。はい、というわけで、ま、今回で終わります。はい、3月3日ガシャは、はい、終わりたいと思います。はい、ということで、はい、またね動画出したいと思いますので、チェックの方よろしくお願いいたします。では以上となります。いかがでしたでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。するもんじゃないですね。